こんにちは。吉田さん。顧客の囲い込みってありますよね。まあだから、囲うっていうことになるのかもしれませんけども、まあ、そもそも、囲うっていう感じ自体が、本当になんかこうね、囲われてるような気がしますよね。で、う私ね、あの、顧客の囲い込みって、そういうのがあるのは知ってるんですけども、なんか結局、人っていうのは、いろんなものを掛け持ちしてるんだろうなと思うんですよ。まあ、あの、即果塾一本とかね、ドリアカ一本って方もいらっしゃると思いますけども、でも、 他の LINE 解除してないとかメルマガ解除してないとか情報が見える状態にはなってるんじゃないかなと思いますし、まあ、そもそも YouTube っていうのは自分が選んでない動画もねポーンと跳ね上がってきますからねということで今回ねたまたま私の YouTube のアカウントに出てきた妙な動画をちょっとね動画概要欄につけておきますのでご覧いただきたいと思いますなんとね自転車のマフラーです自転車のマフラーがあるそうなんでそれをね ほんと短い時間ですけども、まあビデオになってるわけですよ。かなり再生されてます。そんなバカなみたいなね。どんなにね、もう吉野さんの BMW ですごくいい音をさせるマフラーをつけても、多分この自転車のマフラーにはかなわないと思うんですよ。まああの、あれだったらもしね、やってみてください。何の工夫も変哲もない変な自転車の動画マフラーがね、ここに勝利してますから。吉田さんの。 BMW に勝利してます、ね、この自転車のマフラーはただ同然です。っていうかただです。ゴミです。でも、BMW 以上の集客力を出してますね。いや、本当変ですね、こういうのがね。変といえば、私たちのやり方も結局変なんですよね。まあでも、普通だと普通の結果しか出ないんですよ。やっぱり変にこだわって、変化球使ったり、変人だったり、変態だったり、いろいろ、 いりますよねこういう世の中になってますからやっぱりね普通じゃ結果は出ないかなと思います、まあ、なのに人はいや普通そんなことしないよってすぐ言葉が出るんですよ普通そんなことしないからいいんじゃないですか自分だけの色をね誰にもすげえ変えられないような自分柄を自分のカラーをね出してもっともっと変になっていかないといけないと思いますもちろんあの変人変態といっても本当に人に迷惑をかけるようなね 従来型の変人とか変態は困りますよでも、まじか、その手があったかみたいなね。まるで、私が今回ね、動画概要欄につけた、この自転車のマフラーのように、変でいることがあなたなんですよ。いってらっしゃい。